慎太郎さん、おおはようございます。おはようございます。リラックスされてましたね。いいね、こういうソファー家にあったらいいね。ただもう今日よく僕裏始めてきたんですけど、結構他とは違ってなんか結構綺麗で、まあ他が汚いみたいに聞こえるからちょっと言い方悪い。ああすいません。まあ慶応閣はでもね綺麗ですよね、うん、宿舎も綺麗だし、うん、あの過ごしやすいですね。はい、まあ、前走が G1 でしたけども、ちょっと振り返っていただきたいんですけども、まあ状態、自分の状態的にはそこまで悪くないなっていうか、まあ、むしろまあいい方だなっていう感じでしたけど、やっぱり周りも強いですよね。ただ準決勝なんかはもうちょっと走り方があったんじゃないかなと思って反省はしてます。やっぱその、まあ、着ももちろんあると思いますけど、前を抜けてるか抜けてないかっていうのも多分きっとあるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりは、まあ、おっしゃる通りで、そのためにあの道中のちょっと自分の感覚だったりとか、そのいろいろこう道中の部分で少し改善点があったのかなと後から映像を見て思いましたね、はい、やっぱりもう練習あるのみということで。そうですね、まあ、練習ももちろんそうなんだけど、そうじゃなくてフレームだったりとか色のセッティングだったりとかをもうちょっと煮詰めていく時期に来てるのかなと再確認しましたね。なんかもうね、練習だけでどうにかしてやるって若い選手が思うのはすごくいいことだと思うんですよ。この俺の年になって練習だけでどうにかするってどんだけ上積みあんだよっていう、どんだけ細胞が分裂してくれるんだいっていうのもありますから、まあそれももちろんやりつつ、それプラス今までやってこなかった寸法だったりとか、よりスピードが出るようなセッティングにしていけたらいいかなと思って、まあパーツだったりとか選んだりとかね、寸法、それに合わせたトレーニングとかいろいろ組み合わせていけば、もうちょっとこう対応できるようになるんじゃないかなと思います。ただ某選手から新納杯の終わった後すぐにジムに行くんだっていう話を聞いたんですけど、うん、脇本だろどうせそれ言ったの。脇本にしかその話してないから、ね、そうです。いや新幹線たまたま席隣で、はい、新藤さん飲みますかっつってビールくれたんだけど、いや飲まない、いいわって言ったら、なんでですかって言うから、いやいやちょっと用事があるんだよで、そんな話したね。あでも実際は自分に行ったかどうかはまた別の話と、まあ大体自分に行くんですよね、終わった日にやってしまうと次の日こうしっかりリカバリーに専念できるし、ただね、あの前回の最終日は本当に疲れてましたね、はい、まあ、体的な疲れもそうだけど、やっぱり気持ち的に神経的な疲れだったりとか、うん、頭の疲れですよね。だからやっぱり上とやっても集中できないし、うん、まあ今までやってきたことをいろいろ変えなくちゃいけない時期に来てるかもしれない。今までは最終日全然上とやってもガチガチに追い込めたけど、ちょっと無理。どうした？何？麻雀やりてんのか。IC カード忘れたらしい。あ、忘れたの？全部忘れました。印鑑も。どうなんだそれって。え、言えば大丈夫。あ、そうなんだ。優しいね、ケリン君ね。ケリン君優しい。重いな。あ、そうなんだ。IC カード忘れるか、まあ昔もでも手帳忘れたりとかね、保険証忘れたりとかして送ってもらうとかありましたからね、うん、今 IC カード1枚だからね、はい、全部入ってるんですよね、うん、だからあの今度運転免許証とかも全部1枚にマイナンバーカードと一緒になるって言ってるじゃん、保険証とか、はい、なんか駅でさ、紙の保険証残してくれとかっていう署名活動やってて、俺呼び止められて、はい、署名してくれって言われたんだけど、え、なんで紙の保険証ないと何が困るのって質問したけど答えてくんなかったね。ただ署名だけさせようとしたけど、知ってたけどさ、おばさんがさ、一枚になった方が楽だよね。まあそれは楽ですね。何がまずいんだろうね。まあまあまあ政治的な話じゃない、ね、今でも選挙期間中だからさ。期日前投票してきたよ。ああそうそうそう、この日曜日ですから、ね、やってきた。あのやっぱり政治にね参加しないと政治に対しても文句言えないしね、はい、まあそうですね、うん、だからやっぱり車検もどんどん買ってもらって選手の走りに文句なり意見なりしていただけたらいいなと。車検買わなくて言われちゃうとさ確かにそうです、ね、買ってねえかいってなるけど、はい、だからやっぱりあの車検はどんどん買ってもらって、あのいろいろ言っていただけたらいいかなと思います。それと一緒で政治もしっかり投票をしていろんな意見を言っていきましょうよ。間違いないです。はい、まあ、そして
まあ、この慶応が記念ですけども、昨年は準優勝で、まあ、新田さんが優勝でしたけども、まあ、今回も新田さんに加え新山さんがいる、まあ、強力な北勢だと思いますけども、はい、初日はどうですか。まあ、初日は僕が3番手ですね。まあ、強兵に行ったっていうふうに並べばすごく心強いですし、しっかり3番手の仕事をしたいなと思います。昨年を上回る成績を。おー、いいね。まずさ、ちょっとこう記念の G3 も決勝乗れてなかったりとかするんですよ、はい、佐藤慎太郎、うん、ちょっと記念の決勝もしっかり乗ってさ、あの優勝争い絡みたいよね、うん、はい。まあ、某コラムでは今南四局に、まあ、この今年の見てんね見てますよ。ありがとうございます。まあ、もう時期的に言ったらもうこの記念も南四局だと思いますけど、うん、まあ、ここで1本馬積んで4日1でまた積んで最後3本馬が出たら逆転するみたいな。まあ、そうですね。まだ親番残ってると思ってるんで、はい、そこに向けてちょっとこう、まあ、なんていうかね、トップ目から削るとかそういう意識ではなくて、自分の展望を少しずつ増やしていきたいなと、こう周りを意識するよりは自分のこう好きだったりとか手配いいものをこう引き寄せていければいいかなっていう、そんなイメージでいます。でこの2回祭でしっかりと流れを作って最後競輪祭に乗り込むと。そうですね。まあ、ちっちゃいあの上がりでもいいので積み重ねていければいいかなと思ってます。そして親番でバシッとこうでかいの上がれればいいかなと。はい、わかりました。では4日間の意気込みを最後お願いします。はい、全力で頑張ります。